When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. はい、おはようございます。今日はですね、一日アパレル店員してみたという動画になっておりますということなんですが、僕初めてのねアルバイトを今から行かせてもらいます。ただ現在時間が1時57分ということで、出勤まで残り3分でございます。めちゃくちゃギリギリに来る初出勤のバイトのやつってやる気ないやろっていうか、ね、だいぶね。しかもこのちょっと寝癖状態、そして足は、サンダルで来てるというね、近所お出かけスタイルにはなってるんですけどもね。来ました来ました、何の打ち合わせもなく始まりますよ今ですね。ちょっと多少打ち合わせした方がいいかもしれませんけども。そうだね、はい、サクッとね打ち合わせしたいなと思います。あ、すぐ売ってるやん。本当だ、いっぱい売ってるね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。すいません、アルバイトです。お願いします。あ、すいません、ごめんなさい。お願いします。すいません、もうギリギリでアルバイトギリギリになっちゃって申し訳ないです。ね、ありがとうございます。すいません。枠に店員さんとしておったらいいですか。そうですね。なんかおすすめのやつとか。確かにこう見とかんと、あ、本当のやつとかも入ってる。ノースがあの辺にあるんですね。あ、本当だ。亀戸さんいつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。亀戸さん、ね、あ、はい、そうです。おはようございます。お願いします。あ、ケイちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。今日お願いします。すごいモコモコやな。ね、かわいい。待ってもらってますか。待ってもらってます。あ、そうなんですか。いや、そう。本当だよ。ありがとうございます。店員がもうほんまに十何年ぶりなんでできるかどうかわからないですけど、はい、ちょっと待ってください、ね、僕何入ってるのか全く知らないんですよ、ね、来たばっかりで。あ、オーロラライトもあるんや。徳島。あ、四国。はい。あ、そうなんや、はい、結構遠ないですか、大阪。1時間、2時間中ぐらいバスで。あ、バスで、はい、ありがとうございます。わざわざ、はい、これ欲しいかも、若干。あ、チェア。チェア。ヘリノックスのチェアですか。はい、ちょっと僕わからんな。店長、うん、チェアはいいんですよね。そうですね。あ、2つあるんや。今教えてもらって。この細長い回とか。あ、キャンプとかしてある感じ。いや、キャンプこれからしようかな。あ、全然これは教えてあげんとわかんないんで。車買えた。SUV 乗って。SUV。ああ、それはもう椅子いるわ。できますわ。今なんかあんまり汚くしたくないな。ああ、ほな、いいやつ持っとかんとね。一回座ってみます？あ、座っていいね。さっとね。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょっと待って。やばいやばい。店長がアタフタしてる。やっぱローチアっていいっすもんね。基本下で全部やるから。うん。あ、これや、これ、これですわ。これが鳴ってんのよ。ずっとアタフタしてるなと思ったら。チェアか、サンダルか、どっちか。あ、なるほど、なるほど、なるほど。例えばキャンプとか頻度高いんやったら、あの、チェアもいいかなと思うし。僕全く行ったことない。あ、行ってもないんや、はい、これからこれからしよう。やったらもう始めてからでもいいかもしれないですね。いや、先にサンダルとか絶対履くから、はい、サンダル履いて、で次なんかこう欲しいなと思った時にチェア行ってもいいかもしれないですね。そう、うん、サンダルだったらどれが気になる感じですか。これがいいです。だからゆくゆくそれこそキャンプしはったら焚き火とか出た時にちょっと焼けづらい。これもそうなんですよ。結構最初ねクッションあるんですよ。あ、めっちゃ柔らかい。でもパンパンみたいな。ヤマックス入ったみたいな。ああ、確かに確かに、はい、まあ、ニューバランス履いててやばいと思ってよっぽどですからね。そうです。これ買いましょうかな。あ、ありがとうございます。はい、奥さん、ね、僕も今来たばっかりやからあれなんですけど、結構持ってはるんちゃう。ゼータも持ってはるし、僕スープがやっぱ一番いいんですかね。ああ、これね、これあったかいですね。これいいっすよ。あの、僕もペタペタなるまで履いてますからね。ただもう何がコラボないんですけど、はい、この普通のスブやったらまだあるんですよね。チビゾ。あ、チビゾ。チビゾ1号2号です。奥さん、どっち持ってはるんですか。あ、これ、黒です。あ、これ。はい、これ持ってはるらしいです。で、それ一緒なんですよ、これが。これ何がのロゴあるかないかだけの話で、これ焚き火仕様やけど、僕焚き火まだ使ってへんから、旦那さんの感じで言ったら、ここかな。これ似合いそうですけどね。あ、ほんまですか。あ、これもらえます。これと。これ、はい、この色がいいです。はい。はい、部屋用に。ベージュ、髪色とも合ってるし。あ、店長。店長を使うって一番下っ端の場合じゃない。本当だよ。ステッカーも今日僕持ってきたんで、もらってください。活動ステッカー。活動ステッカー。幸せな家族よな、ほんま。ねえ。ちょっと待って。はい。ヌプシあるんじゃん、これ。え？嘘。ヌプシのウィンドストッパーが。え？フーディーの方ですね。ね、新しい方ですよね。はい。新作やな、これ。え？欲しい。出たばっかりのやつや。これ僕着てるやつのもう一個生地良くしたやつっていうか、
これね、今年出たばっかりなんですよ。あ、かっこいい。僕はね、ムクシ切るときいつもここ絞るんですよ。ほんならここの隙間から降ってこないんで。はい、タバコさん、毛あります優しい。かっこいい。あったかいですよね。うん、あったかいですね。あ、ほんまにムクシやな。一緒に読めそうかと思います。あ、そうなんや。こっちの方が合いそうですね。柄の方が合いそう。じゃあ、こっちにしようかな。水原、ええの来てある。いつも見てるんですよ。夜のソファで。はい、本日は。いや、ほんま。シルエットってかあれ完全に読めそうやもん。本当で髪の長さも似てますね。ね。マウンテンダム来てはって。そう。あのもともとタブドさんの YouTube、はいはい、の、うん、秋ぐらいに見て。あ、へえ。でそれからここのお店の YouTube を見てみようかなと思って。うん、あ、そうね。その時は1ヶ月2回ぐらいで。へえ。これ買って。うん、あ、これ143歳。はいはいはい。夢ドームたまに来てるよな。うん、たまに借りてね。色タクがこうあって、うんうんうん、それでちょっとタクドさんに私も行こう。へえ。ありがとう。でもパパ好きやんな、椅子に来るよ。かわいい。嬉しい。そう、かわいい。寝れるで、先ほどね。比較的ね、人気のこの辺はね、首がふっとね、伸びやすいんですよ。お父さん何色着てほしい？黒？あ、かっこいい方がいいな。黒一回見ていきましょうか、みんなで。やっぱ黒でお父さんかっこよく言ってほしいよな。こんな感じ。いい感じ？かわいい。めちゃくちゃかわいいね。めちゃくちゃかわいい。これでも買いますよ。あ、ありがとうございます。これ全部か。うわあ、ありがとうございます。うわあ、店長これで我慢で行いましたわ。ありがとうございます。店長にね、これだけ買ってくださいねって言ってたんですよ。動物のこれだけ買ってくださいよって言ってたんですけど、店長もうこれ我慢で大丈夫です。お返しいただきましたんで。YouTube 見てて、はいはい、ちょっと安いからちょっと興奮してた。マウンテンライト、ライトジップインジップして、あ、そうです、完璧ですね。はいはい、バーサマイクロですね。なんかフォーラティックがいいらしい。もうないですね。もう古着屋行かな、ないですね。今年も多分それで待ってた人が。どちらの方がお好きですか？オータムですか？カラーはパーソナルですよね。同じですもんね。僕もオータムなんですよ。で自分自身もマウンティンクイップメントのフリサポッチなんですよ。カーディガンじゃなくて普通のトレーナー。あー、それ。あ、そうなんや。今日聞きたかったな。これあります、まさに。はい、家に。この色ですか？この色。でも例えば会社とかで着ようなんて、さってね、こうかぶっちゃうとまた洗濯洗ったりとかしたら何日かになるから。上どうしますか？はい、すいません、失礼します。試着室閉めて失礼します。久々に言ったわ。動画で言ってたお疲れ様ですのやつ、こんな店員は嫌だ。なんか言ってましたね。試着できますよ。はい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 、はい。テイクワンでやったというか、あんまり覚えてないんですよね。自分の動画やけど、何喋ったかあんま覚えてなくて。めちゃめちゃ似合ってるじゃないですか。あ、かわいい。なんか今日の格好にも合ってるし、デニムでもいけるし、下スラックスでもいけるやろうし、肌の色と合ってるよな。うん、かわいい、すごい。なんか忘れてた。大丈夫、大丈夫。忘れてない。タクゾーさんが帰るまで私はおる。でももうそんなにおらんやな。そうだね。全然連れて帰ってもらう。あれじゃ最後に写真撮りますか、二人で。ありがとうございます。かわいい。おっさんやの、申し訳ないでしょ。ねえ、本当だよ。あ、すごい綺麗な方。モテるのにこのマスクは、ね、正しいですよね。一番ここ寒いですよね、マウンテンダウン。初期から見てくれて、しかもダウンもこれ一緒よ。あ、本当だ、あのダウンじゃん。全く一緒やん。寿司のこと言われてたら今。え、あ、寿司、うん、寿司ばっかり言ってる、ね、あ、そうめっちゃ食べてた。そう、大好きお寿司。寿司を軍仕様だった。あ、いやいや、僕軍全然わからんから。勉強もわからなあかんから。これダウンとかも出てますよね。スペック高そうですもんね。まあ、5はないな、しかも。自分が見てますね、ちょっと。何で笑ってんの？車に貼ろうかなと。やめてって。白道のステッカー。やめて。貼ったらな。見てるじゃん、面白いですね。しかもキャプテンサンシャイン。でもそれやったら軍系ですね、完全にね。ちょっとドンピシャなんですね。店長もそうやし。店長に憧れてますね。
店長そんな後ろなかったそう、たっくんよりも全然も俺がその辺おらなかったね、うん、僕らも最近来たんすよ。初めた。あ、へぇー、工藤さんの動画と同じぐらいかで、だいぶ頻度低いよう、こんな寒いタイミングでやってはりますね。やってます。日帰りで。日帰り。あ、シガーで。ご飯で。へぇー。はい。しゃれてるわ。うん、あのね、はい、多分前夜から出て行ってくれた人おんねんな。あ、そうなんだ。うん、結構序盤で。おしゃべりできなかった。じゃあ、ちょっと待っとこうか。帰っちゃったかな。いや、ちょっと多分な、うるするしかないと思う。うん、あ、そうなんだ、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、撮りましょう。ランプも変えたし。撮りますね。行きます。はい、チーズ。ね、あ、高田さんね、ごめんね、食べてた。ちょっと目開けていくよ。はい、チーズ。開いてるかな、開いてるかな、開いてる。すいません、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。あ、そうなんや。あ、ごめん。また、じゃあどっかで楽しみに。お父さんと仲良くしてる。またね、そんななんかイベントとかまたやろうかなとかって思ってるんで、はいはいはい、全然その時来てください。はっきりつけて帰ってください。ありがとう。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。あんな以降あの年齢の人はおらんのよ ね、 ねえ、絶対ない。よかったね。あ、キューちゃんと喋れる、ようやく。あ、よかったね、キューちゃんと喋れて。いや、キューちゃん、ありがとうございました。いろいろ、もう僕全然どうなっていいか分からへんからちょびちょびちょびで話してたから。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。お給料もつきますね。お給料あるんや。お給料。わあ、私だね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。すいません。結構あれなんですね。動画見てくれて、そこから来てくれたみたいな人見たかったんですね。めっちゃ良かったです。で、キューちゃん、どこにおんのみたいな。そこまでは探されてはない。さっき誰か言ってもと言われてますよね、キューちゃんって。さ、今帰った方。あの動画上がった後とかにも、うん、お電話の問い合わせの時とか、うん、キャーンとか言われてめちゃくちゃ。キューです。ニューケースの、うんうんうん、田口さん。お願いします。なんかアピールポイントとかありますか？21歳。若い。学生ではないですね。そうです。え、すごい。いや、もう向こうね、お客さん知ってくれてはるからやっぱお話しやすいんで、なかなか店員さんって最初大変じゃないですかね。苦手な店員あるあるでも言ったけどもずっとついてきてながら見ててキューちゃんのことですねってそんなんはないけど絶対やめとこう、言うのやめようと参考に。いやいやいや、全然全然。はい、それではありがとうございました。ちょっと1時間お邪魔させてもらったんですけども、店長さん、なんか最後お話ありますか？あ、その前にちょっと金額の発表だけお願いしてもいいですか？まだ出てない？いや、出てます。出てます。はい、じゃあちょっと1時間ね働かせてもらって、はい、で、まあ、どれぐらい売れたんかっていうところなんですけども、はい、まあ、せめてねプラス出てたらいいけども以前も売れてませんでしたって悲しいからね。そうね、まあ、どれぐらい売れたかっていうのを発表してもらえますか？わかりました。はい、じゃあ今日の販売金額は14万5000円。すごい、ありがたい。時給14万の男。いや、そうなの？え、違くない？絶対。あ、違うか。14万稼ぐ男。そうそうそう。なんかお客さんも結構喜んでくれてね。そうですね。ダウンジャケット買ってくれたりとか、あとここのね、粒も人気やったし。うんうんうん、もうサイズなかったですもんね。ほぼ白蔵さんの。あ、いえいえいえ、あ、よかったよかった。お客さんも喜んでくれたし、リアトリアさんも喜んでくれてよかったね。本当によかったかなと思います、うん、最後なんか店長からお話があるということで、何ですか？はい、ただいまレアトリアの方で、アルバイト募集をしております。メンズの方で、長期働ける方は、ぜひ、インスタ、お電話なり、何でも大丈夫なので募集していただければなと。すみません、応募していただければなと思います。よろしくお願いします。それいきなりどうぞって言われたら緊張してますよね。まあ男性で、まあ、長く働ける方がいいという感じですね。そうですね。アルバイトの方ですか？社員さんで？どちらでも。どちらでも。はい、もう服好きで。そうですね。一緒に働きたいという方は。はい。はい、特にまあ高校ってあれですけど、喋ること多いですもんね。
群物とかモーセスとかね、はい、そういうのが好きな人はもうぜひぜひお願いしたいなと思います。今日はね、卓造1日1時間転院してみたという動画になってます。見てもらってありがとうございました。はい、ということでね、本日2度目の締めということで、あれからまたお客さん来ていただいて、なんだかんだ結局4時半ぐらいまでおったんかな、はい、あれから1時間半ぐらいちょっとお皿を振らせてもらったんですけど、まあ楽しかったですしね、はい、お客さんも喜んでもらえたんかわからんけど、まあレアテオリアさんも喜んでもらえてよかったなと思います。はい、まずオファーシリーズ第1弾これで終了ということで、また次回第2弾はね、下の動画説明欄のところからもし店舗さんとか来てほしいっていう方がいらっしゃれば、またいただければね、東北であろうが九州であろうが行きたいなと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日は、1日転院してみたということでした。ではお疲れ様でした。お疲れ様です。